栄養価が上がる調理法。 栄養をロスしない野菜の食べ方、組み合わせて摂りたい食材、毎日の食事に生かせる栄養の正しい知識を深めることで、食をより楽しみながら、より健康的に毎日を生きていこうではありませんか皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのたけみでございます。今回は、牧野直子さん監修の、眠れなくなるほど面白い栄養素の話を解説していきたいと思います。本書では、栄養に関する基礎的な知識から 栄養素を効率的に取るための調理法とある情報は真実か嘘かなどといった様々な情報が詰め込まれた一冊でございますこの動画ではその中でも私が個人的に特に重要だと思った内容にフォーカスしてご紹介できたらと思いますそれでは本日のお品書きは次の通りです1言で正しい知識を身につけるということを2言で栄養価を逃さない調理法について3言で身近な栄養素のすごい 効能について解説していきたいと思いますそれでは早速一元の正しい知識を身につけるから解説をスタートしていきましょうか 無駄な栄養素などは一つもありません。著者は冒頭でそう断言しております。特に最近、糖質をカットするダイエット法や健康法がブームになっておりますよね。糖質がまるで人間を太らせる悪のように見られがちな気もしますが、糖質は生きていくために重要な栄養素の一つであるということを忘れてはいけません。 栄養素は歯車と似ていて一枚の歯車つまり一種類の栄養素だけでは意味を持ちません一種類あるだけではいくら栄養価が高くても体にしっかりと吸収することが困難なのです歯車同士がしっかりと噛み合って初めて動き出すようにある栄養素を摂るためにはそれとセットになって働く栄養素を欠かさないことが重要なのですつまり栄養を摂るときには栄養素のバランスを考えます

例えば、ベータカロテンが体にいいからといって、それだけをわーっと大量に摂っても意味がないということでございます。むしろ、一つの栄養素を取りすぎることは、有害な場合だってあります。健康や美容への意識が高まっている現代では、先ほどの糖質制限ダイエットなども含め、様々な健康情報がメディアで取り上げられております。そしてそれらの中には、科学的根拠のはっきりしないものや、インターネットや SNS で広がった、 半ば都市伝説のような信憑性の低い情報も含まれております。これは問題であり、例えば、 糖質制限ダイエットに関しては、ご飯さえ食べなければ、肉はどれだけ食べても OK といった情報が目に飛び込んでくることがあります。しかし、この肉はどれだけ食べても OK というのは大きな誤解ですから、本当に食べ過ぎないように注意してほしいと思います。肉の取り過ぎは、血中の中性脂肪や悪玉コレステロールを増やしたり、肝臓や腎機能に負担をかける恐れがあるんです。いくら痩せていても、 健康を損ねてしまったり病気になってしまっては元も子もありませんよね。結局 何だって取りすぎは良くないんですこのように重大なリスクが無視されてメリットだけが強調された情報をうのみにするのはとても危険でございます怪しい健康情報に踊らされないためにもあなたは栄養に関する正しい知識を身につけておく必要があります栄養素の働きや適切な摂取量について知っておくべき事実を確認した上で自ら情報を取捨選択し活用するということが極めて て重要になってくるんですではでは私たちは一体一日に どんな栄養素をどれぐらい取れば良いのでしょうか年代、性別ごとに1日に必要な栄養素の摂取量というのは異なります。それを確認するために厚生労働省が発表する日本人の食事摂取基準というものがあるんです。概要欄にリンクを貼っておきますので見たことがない人は一度チェックしてみてもいいかもしれません。毎日のの食事は一つ一つの数値に目ををらせているると大変ですから栄養バランスを整えるコツを 押さえておけば必要な栄養素を偏りなく摂取することができます。そのコツとは。 主食、主菜、副菜の3つのお皿を揃えて献立を組むことでございます。主食はご飯やパンなどから炭水化物を。主菜は肉や魚、大豆などからタンパク質と脂質を。副菜は野菜や芋、海藻などからビタミンとミネラルなどをとります。この3つのお皿を揃えるだけで体に必要不可欠な5大栄養素をまんべんなくカバーできるはずです。こうして 栄養素がしっかりと取れるようになったらぜひ飲み物にも気を使ってください清涼飲料水などは控えて水を飲むのが一番でございます水は体の機能を保ち便を柔らかくして便秘になるのを防いでくれたり血液をサラサラにして脳梗塞や心筋梗塞を予防したりと私たちの健康を支えるさまざまな働きをしております私たちは生命を維持するために普段何気なく飲んでいる水に 支えられているんだということを忘れてはいけないんですしかしだからといって 水をどれだけ飲んでもいいということではありません。水の飲みすぎによって起きるトラブルがあるからでございます。例えば、冷たい水の取りすぎは体を冷やし、下痢など胃腸の不調を引き起こすことがあります。また、腎臓に負担がかかってむくみが現れたり、多くの尿を出すために血圧が下がる水中毒になってしまったりと、水の飲みすぎは健康への深刻な悪影響も心配されます。ですから、適切な水分補給を を心がけ、摂取量と排出量のバランスを崩さないようにすることが大切です。1日に何リットルもの水を飲むことを勧める健康法や美容法もありますが、それらには注意が必要だと言えます。 では、具体的にどれぐらいの水分を一日に摂取すれば良いのか。汗や呼吸排便によって排出される水分は、成人の場合、一日約2.5リットルでございます。水分摂取はこれを基準に、食事以外で1.5リットルの水分を取ることを目安にすると良いです。 コーヒーやアルコールなどの利尿作用の高い飲み物に関しては摂取量より排出量の方が多くなってしまいますから水分摂取量としてカウントしてはいけないんだということもぜひ覚えておいてくださいではでは次にデザートや間食のおやつに関する話をしましょうつついつい 甘いものが欲しくなるときって疲れを感じているときが多いとあなたは実感しませんか疲れているときには甘いものを食べると良いとか疲れているから甘いものが欲しくなる世間ではそのような認識が一般的となっているためそう思っている人は結構多いのではないでしょうかところがそれはエネルギー切れによる一時的な疲労に対してのみのことを言います 逆効果になってしまいまいす甘いものに含まれる糖質は体内でブドウ糖へと作り替えられて血中に取り込むことで血糖値を上げます。 そして上がった血糖値を下げようとインスリンが分泌されますでは糖質を一度にたくさん摂取してしまうとどうなってしまうのか血糖値が急激に上がってしまい今度はそれを正常値へと戻すために必要以上にインスリンが分泌されることになりますすると血糖値が急激に低下し低血糖を引き起こしてしまいます低血糖になっちゃうと脳が働くのに必要な分のブドウ糖が足りなくなりだるさや眠さといった症状が その結果さらに疲れが増してしまいかねません糖質型の生活を続けていると血糖値の調節が正常にできなくなり最終的には常に低血糖の状態になってしまいますすると自律神経のバランスが乱れ疲労感やだるさ思考力や集中力の低下イライラや不安感の増加などの不調を引き起こしてしまうんです 人が活動するために糖質の摂取は必要不可欠ですがこのような悪循環に陥らないために摂りすぎには十分注意してくださいまた摂取した糖質の代謝がスムーズに行われることも大切です炭水化物に含まれる糖質はそのままではエネルギーとして使うことができません糖質は小腸でブドウ糖に分解されることでエネルギー源として使われるようになりますこの時 酵素に働きかかけけてブドウ糖からエネルギーをを産出すすするる手助けをするのがビタミン B1 でございますですからビタミン B1 が不足してしまうと糖質から効率よくエネルギーを生み出すことができなくなってしまうそして脳がエネルギー不足に陥ってしまうと集中力や記憶力の低下イライラなどを招いてしまいます 日本人は主食のお米をはじめ糖質をたくさん摂りすぎております。ですからビタミン B1 を食事から摂取することを怠らないようにしましょう。例えばビタミン B1 を多く含む食べ物として豚肉、ナッツ、豆類、うなぎなどが挙げられます。ニンニクやネギなどに含まれるアリシンという成分も組み合わせるとさらにエネルギー効率が上がりますので取れる人は一緒に取ると良いでしょう。 逆に、ビタミン B1 不足が慢性化する原因としては、多量飲酒が挙げられます。お酒が好きな人は注意が必要です。ビタミンが慢性的に不足してしまうと、かつての国民病でもあった、活気を発症する恐れも否めません。 ここまで食事に関するお話をいくつかしてきましたが、健康的な食生活を送る上でのポイントは、和食だけに限らず、洋食の良い点も取り入れて、多種多様な食材を適量ずつバランスよく組み合わせて食べるということでございます。主食のお米、味噌汁、野菜の煮物という、昔ながらの質素な和食が低カロリーで健康的だ。洋食と比べて和食はヘルシーである。そのようなイメージを持っている人が 現実はほとんどだと思いますしかし健康的な食事とは タンパク質、脂質、炭水化物の三大栄養素をバランスよく摂取できるかどうかで見るべきですから一概にそうとも言い切れない場合もあるんですまさにご飯に味噌汁野菜の煮物という内容だと一見健康そうに見えますがタンパク質や脂質が少なく理想的な栄養バランスが整っていない可能性があります単純に昔ながらの和食や粗食に戻れば健康になれるというわけではないんです 確かに皆さんがご存知の通り食事の欧米化が進むとともに生活習慣病にかかる日本人の数は増えていますしかし乳製品や肉類をよく摂るようになったことで日本人の栄養状態が改善され病気に強い体が作れるようになり平均寿命が伸びたというのもこれまた事実です食の欧米化によってもたらされた恩恵もあるんです 繰り返しますが多種多様な食材を適量ずつバランスよく組み合わせて食べることを心がけましょうさてここからは健康食品に関するお話を少ししていきたいと思います皆さんは特保というものをご存知でしょうか健康的なものを取りたいと特保の商品を選んでいる人も多いでしょう この特報を取っていれば本当に健康になれるとあなたは思っておりますか市販の飲み物などによく見られる糖の吸収を穏やかにするとか体に脂肪がつきにくいとかお腹の調子を整えるといった表示がありますよねこの健康への働きが表示されている食品を保険機能食品と言います保険機能食品には3種類ありその代表が 特特定保保用食品、すすなわち特保でございます保険の維持や増進に役立つこと、臨床試験によって表示が許可された食品のことを言います。 あとの二つは、機能性表示食品、栄養機能食品で、機能性表示食品は、健康への働きや、科学的根拠企業の責任において示した食品になります。国の審査はありませんが、消費者庁への届け出が必要です。そして、栄養機能食品は、不足がちな栄養成分を補うための食品です。これは、すでに科学的に認められているため、信頼できると考えて OK です。 これらの食品は食生活のバランスを整えた上で補助的に活用するのが良いでしょう。保健機能食品にはたくさん取ることによって病気が治るものではないということも明示されておりますから過信をせず検査数値の異常や症状がある場合はまず医師の診断を受けるようにいたしましょう。 逆に保険機能食品としての表示がないにもかかわらず、健康への効果を匂わせる食品やサプリメントには注意が必要でございます。健康食品やサプリメントといえば、乳酸菌の配合されたものって昔から人気がありますよね。 乳酸菌のサプリメントの広告で生きて腸まで届くというキャッチフレーズが歌われているのを誰でも見たことがあるかと思いますこの生きて届くということについてあなたは考えたことがあるでしょうか果たして乳酸菌は生きたまま腸まで届かないと意味がないものなのでしょうか 一般的な食べ物に含まれる乳酸菌は加熱調理や胃酸によって腸に届く前にそのほとんどが死滅してしまうということがわかっていますしかし生きて腸に届かない乳酸菌にも実は大切な仕事があるんです死んでしまった乳酸菌は腸内で他の善玉菌の餌になり 全玉菌の数そのものを増やし、腸内環境の改善に役立っているんです。ですから、なんだせっかく取ったとしても、菌は死んじゃってるんだなぁとがっかりする必要はないんです。 乳酸菌は腸内環境を整えるだけではなく免疫細胞を活性化させたりアレルギーの原因物質を抑える働きがあるということも分かっています乳酸菌は生きていても死んでしまっても私たちの健康を腸の中から守ってくれる心強い味方なんですそれでは一元の内容をここら辺でまとめておきたいと思いますポイント1 栄養素はどんなに栄養価が高くても単独では体に吸収されにくいため食事から様々な栄養素をバランスよくとることが大切であるそのためには多種多様な食材を使い主食主菜副菜の3つのお皿を揃えて献立を組むとよいポイント2 水分にしても、糖質にしても、すべての成分や栄養素において、体が必要とする以上の量を過剰に取らないことが重要。不足することも避けなければならないが、取りすぎることは悪い影響につながる。ポイント3、保険機能食品を取る場合は、補助的に活用し、過信はしないこと。 それでは次に2件で、栄養価を逃さない調理法について解説していきたいと思います。さて、健康的な食事をとりたいのであれば、やはりね、自炊をすることに越したことはありません。 2件では自炊をするときにより栄養素を効率的に取れる方法をいくつかご紹介していきたいと思いますまず数多くの料理で活躍するごまについてですごまといえば元気になれるとか美容に良いというイメージを皆さん持っているのではないでしょうか具体的な栄養素としましては老化防止や肝機能の向上がん予防にも効果があると言われるごまリグナン 血中の悪玉コレステロールの低下が期待できるオレイン酸、カルシウム、マグネシウム、ビタミン E などでございます。数々の栄養素が凝縮してあの小さな粒に入っているんです。しかしながらそれらの栄養素は硬い主皮の中に詰まっております。ごまをいらずにそのまま振りかけたり、あえたりして食べることは割と多いと思うんですが、ごまの栄養素の恩恵を受け取るためには、主皮を破壊して吸収率を 上げなければいけません。 ですから、ごまを食べるときは、ぜひすりつぶして使用することを覚えておいてください。ちなみに、ごまをすらずに食べる場合、食物繊維のような効果が得られます。なので、粒状のまま食べる良さというのも実はあります。そして、プラスアルファで覚えておいていただきたいのが、ゴマは加熱すると、ごまリグナンの一種のセサモリンが、セサモールというとても抗酸化作用が高い成分に変わってくれるということでございます。これは加熱の温度が 高い方が増えますからフライパンなどでよく煎ってから吸って食べるとごまのパワーを最大限に取り入れることができるといえるでしょう。 さて次はサラダにかけるドレッシングについて解説していきたいと思いますカロリーを気にしてサラダにかけるドレッシングやオイルを避けたりノンオイルドレッシングを選んでいるという人はいないでしょうか実はこれは栄養的にはもったいない食べ方かもしれないんですサラダにぴったりのサニーレタスやリーフレタスも含む緑黄色野菜には ビタタミンン A 群の一種ベータカロテンが豊富に含ままれておりますこのベータカロテンは、使用性ビタミンの一つで、油脂と一緒に摂取することで、体への吸収率が格段にアップするということが分かっています。逆にですよ、油脂がないと、わずかしか吸収することができません。 同じカロリーを取るにしてもより健康を考えたい方はサラダ油やドレッシングをオリーブオイルや良質な油へと変える同じマヨネーズでもカロリーハーフのタイプを選んでみるもしくは食事をトータルで考え油脂を含んだメニューを一緒に取る代わりにドレッシングのオイルをカットするそのような工夫をして栄養素のバランスを考えると良いでしょう サラダに合う良質な油としてはもうすでにご存知の方も多いかと思いますがオメガ3系のエゴマ油やアマニューなどがありますちなみに脂質摂取の目安量は1日50から 60g ですがそのうち調理に使う油脂の量は 20g すなわち小さじ5杯程度に抑えておきましょうさて次はこれまた様々な料理で活躍する白菜の栄養素を効率よく摂る方法について解説していきたいと 思います白菜を調理する時多くの人が順番として外側の葉から先に使っているのではないでしょうか。 実は白菜は内側の葉から使うべきなんです白菜は収穫した後や流通用にカットされた後であっても成長し続けているんですよ白菜は保存をしていると内側が盛り上がってくる現象を見たことはありませんかそれは一番外側の葉っぱが葉を増やしていくために必要な糖やグルタミン酸を作り中心部の葉へと送り続けているからなんですこののため外側の葉はどんどんん 栄養価が失われていってしまいますそこで白菜はまず中心の柔らかい部分から使用するということを覚えておいてくださいこうすることで内側の葉に栄養を送らなくても良くなりますから外側の葉は栄養価をとどめることができそして甘みも増すのでより美味しく食べることができます 白菜の中心部には疲労回復に効果のあるグルタミン酸が豊富に含まれており、その量は外側の葉と比べるとなんと約14倍もあるそうです。さらに高ストレス作用のあるギャバも根元を中心に含まれ、他には ビタミンやカリウムも豊富でございますこの栄養素を逃さぬようにぜひ白菜は内側から使うということを覚えておいてください白菜以外にも豊富な栄養を無駄なく取ることができる野菜の食べ方というのがあります知っておいて損はないと思います実は 野菜は捨てられてしまう部分にこそ大切な栄養素が詰まっていたりします。例えば根菜の葉や茎、皮や種などでございます。それらはいつも食べている実の部分よりも栄養素が多かったり、本体にはない栄養素を含んでいたりする場合があるんです。 例えば、よく知られているのはブロッコリーの茎でございます。ブロッコリーの茎には、もこもことした辛いの部分と、同等量のビタミン C が含まれておりますから、もこもことした部分だけ使って、この茎を捨ててしまうというのは非常にもったいないです。 調理をするときは、茎も含めて、まるまる火を通した後で切り分けるようにすると、ビタミン C の流出を最小限に抑えることができます。さらに、大根の葉にも、本体にはほとんどないビタミン C が豊富です。刻んで塩漬けにすれば、熱に弱いビタミン C を壊すことなく摂取することができます。また、 ベータカロテンが豊富なカボチャは種や綿の部分にビタミン E や不飽和脂肪酸など生活習慣病の予防に役立つ栄養素が含まれておりますそのまま使うと見た目や食感が悪いですから種と綿を出しパックなどに入れて栄養素だけを煮出すという方法がおすすめでございますさていかがでしょうか今まで捨てていた部分も調理や食べ方を工夫して美味しく食べることができるんです皮や歯を食べる 場合残留農薬が気になるという声もあると思いますが農作物の残留農薬の基準値はとても厳格に管理されており健康への悪影響を過度に心配する必要はないでしょうそれよりも気になる場合は調理前に水で丁寧に洗うようにしてくださいそれでは家の内容をここら辺でまとめておきたいと思いますポイント1 ゴマはフライパンなどで炒めるなどして、高温を加えた後にすりつぶして食べると、最も効率的に多くの栄養素を体に吸収させることができる。すらずにそのまま食べると、食物繊維のような役割を果たす。 ポイント2、緑黄色野菜に含まれる β カロテンは油脂と一緒に摂ることで吸収率が上がるので、ノンオイルドレッシングよりはオイルの入ったドレッシング、または良質なオイルと一緒に摂ると良い、油脂が取れるおかずと組み合わせても良い。ポイント3、白菜は中心の柔らかい部分から順番に使うことで、栄養価も味もベストな状態で取ることができる。 ポイント4、根菜の葉や茎、野菜の皮や種などの部分にも、たくさんの栄養素が含まれているので、捨てずに工夫して食べてみよう。それでは次、ラスト3件で、身近な栄養素のすごい効能について解説していきたいと思います。さて、3件では、本書で紹介されているたくさんの栄養素のうち、いくつか重要だと思ったものをピックアップして、その効能についてお話ししていきたいと思います。1件で、 ビタミン B1 は糖質の代謝を助けるビタミンであるというお話をしました。では脂質の代謝をサポートするものは何でしょうかそれはビタミン B2 でございます。ビタミン B2 には脂質を使って細胞の生まれ変わりや成長を促す働きがあるんです。 また脂質をエネルギーとして燃焼させる手助けもしますということはビタミン B2 をしっかりと摂ることでより脂肪が使われやすい体になるんです細胞の再生に関わるビタミン B2 は成長期の子供に欠かすことができず不足してしまうと子供や胎児の発育不良につながってしまいますまた粘膜や皮膚髪の毛や爪の新陳代謝を促す役割もありますからビタミン B2 が欠乏すると年齢 人類に関係なななく、肌荒れや口口内炎、口角炎角どののトラブルの原因となってしまいまいす。ではビタミン B2 を多く含んでいる食品としましてはレバーや魚牛乳などの動物性食品が挙げられます熱に比較的強いですから火を通しても大丈夫ですただ水溶性ビタミンですから溶け出した煮汁ごと食べられるようにする工夫が必要になりますまた、 お酒好きの人は飲む時にビタミン B2 を一緒に取ることをお勧めいたしますアルコールには脂質の分解を妨げる作用があるためビタミン B2 の豊富なアーモンドをおつまみに選んで脂質が代謝されやすい状態を少しでも維持したいものですもう一つお酒好きな人には特に知っていただきたい内野心というものを紹介しましょう名前ぐらいはおそらくほとんどの人が聞いたことあるかと思います内野心は ビタミン B 群の中まで別名ビタミン B3 とも呼ばれます3大栄養素がエネルギーに変わるときに必要とされる栄養素でナイアシンが体に入ると NAD すなわち ニコチンアミドアデニン G ヌクレオチドという酵素に変わって糖質脂質タンパク質のエネルギー代謝を助けます。そして NAD には体内に入ったアルコールを分解してアセトアルデヒドに変えさらにこれを無毒化するという重要な働きもあります。アセトアルデヒドが残っていると辛い二日酔いの原因になってしまいますからお酒を飲むときはナイアシンを含む食品を一緒に摂りましょう。もちろん飲み過ぎないこと 一番ではあるんですが、二日酔いの対策になるおつまみがあるならば、ぜひ選択してほしいと思います。内野心はカツオやたらこ、豚肉やレバーなどの食品から摂取することができます。また内野心は必須アミノ酸の一つである。 トリフトファンから体内で合成されるため通常の食生活であれば欠乏症になる心配はまずありませんしかし飲酒量の多い生活が長期続くなどといった原因により慢性的な内野心不足が続くとペラグラという皮膚炎を引き起こすこともあります内野心は先ほどのビタミン B2 同様皮膚や粘膜の再生にも関わっているため十分な摂取を心がけるようにしてください さて、続いては無機質とも呼ばれるミネラルについて解説していきたいと思います。ミネラルは私たちの体内に存在する鉱物のことです。 5大栄養素の一つに数えられ、ビタミンと同様に、他の栄養素がスムーズに働けるようにサポートしてくれたり、体内の器官や組織が正常に機能するように調節したりといった役割があります。例えば、塩分であるナトリウムや、海藻やバナナなどに含まれるカリウムには、体内の水分量を整えるという役割があります。海苔などに含まれるクロムには、インスリンの分泌を助け、 血糖値を下げる働きがあります。ビタミンと異なる点としましては、ミネラルの中には体の構成成分そのものになるものが存在するということでございます。人間の体は約95%が炭素窒素。 水素、酸素の4元素で、そして残りの5%がミネラルによって構成されております。体を構成する材料として使われているミネラルとしましては、骨や歯を作るカルシウム、マグネシウム、リンがあります。マグレシウムは 豆腐ななどどは乳製品や小魚などに含ままれております私たちの体に必要とされる必須ミネラルは現在16種類あるということが分かっておりこのうち必要量が多い7種類を多量ミネラル少ない9種類を微量ミネラルとして分類しておりますさらに この中の13種類については厚生労働省より摂取量の基準が示されておりますこのミネラルというのは体内で合成できませんからこれらの基準を目安に食事から過不足なく取るようにしましょう多すぎても少なすぎても体調に影響が現れるためバランスよく摂取することが大切になってきますミネラルのうち皆さんに馴染み深いカルシウムをちょっと取り上げてみましょうかカルシウムはマグネシウム やリンとともに骨と歯を作り、丈夫に育てるミネラルでございます。人の体内ではカルシウムの99%が骨と歯に貯蔵され、残り1%は血液や細胞の中に存在します。血液や細胞の中にカルシウムが含まれているイメージというのはあまりないと思うんですが、心臓をはじめ全身の筋肉を正常に収縮させるというとても大切な働きをしております。骨と歯に貯蔵されるとはどう。 どういうことかというと血液中のカルシウム不足が生じた場合骨や歯に貯蔵されているカルシウムが溶け出して不足分を補ううといい優れた仕組みになっているんです全身の筋肉を石ど通りに動かすために体の中ではこのようなことが行われているわけなんですね。 牛乳やチーズ、小魚や海藻類、大豆製品などに豊富なカルシウムですが、実はそのままでは体への吸収があまり良くありません。そのため、カルシウムの吸収を助ける働きをするビタミン D と一緒に摂取することをお勧めいたします。ビタミン D はキノコ類や魚など食事から補いますが、15分間の日光浴により体内で合成することも可能です。 カルシウムは緊張やイライラを和らげる作用もあり、実に多機能で優れたミネラルでございます。しかし、だからといってね、何度も言いますが、 たくさん取ればいいというわけではありません。むしろ過剰に摂取してしまうと、高カルシウム結晶、夜便秘、吐き気、尿血石、急性腎不全などを引き起こす原因となりかねないんです。食事から取りすぎてしまった場合は心配しなくても大丈夫ですが、健康のためにと、カルシウムのサプリとビタミン D のサプリを一緒に取る習慣があるような場合は、自分で気づかないうちに過剰摂取になっていることもありますから、要注意でございます。 毎日日光を浴び食事からカルシウムをしっかりと取れていればわざわざサプリに頼る必要はないでしょうそれではこの辺で3元の内容をまとめておきたいと思いますポイント1ビタミン B1 は糖質の代謝をスムーズにしビタミン B2 はしっかりとることで脂肪が使われやすい体になるまたビタミン B2 は細胞の再生にも関わっている ポイント2、内野心は別称ビタミン B 3といいアルコールの分解、無毒化に関わるビタミン B 群の仲間である。 ポイント3ミネラルは体内で合成できないため厚生労働省が示す基準を目安に食事から過不足なく取ろう量が多すぎても少なすぎても体調に影響が現れるためバランスよく摂取することが大切であるさて皆様いかがでしたでしょうか本日はね非常に情報量多かったですねこのすべてを一度に実行するのは難しいですからどれか一つ気に入ったものをチョイスしていただいてぜひ日常生活の中に取りください 取り入れてみてみしいいと思います個人的にはいくら良い栄養素であってもそれ単独では意味がないということそしてどんなに体に良いものであっても取り過ぎは良くない適量を摂取し多種多様な食材を摂取するべきだというのは非常に勉強になりました。 今回の動画を見ることで皆様の栄養素に対する知識が深まり健康リテラシーを高めていただけるきっかけとなりましたら私はとても嬉しく思います本日は以上になります この動画が良かったよという人は、私のやる気アップと、さらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録、ポチッとよろしくお願いします。また、本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので、興味のある方は、概要欄のリンクから、他のチャンネルにも訪れていただけると、とても嬉しく思います。ではまた次の動画で、皆様と一緒に学習できることを楽しみに 楽し,みにしておりま,すよまた次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。